はいこんにちははい今日はですねちょっとお金の話ですねんみんなが大好きなお金の話で、えー、まああの福利計算っていうね話です福利計算まあこれが何かっていうのはですねこの後ちょっと説明していきますけれどもえっ、ー、と状況としてちょっとセットしましょうえっ、ー、とまずあなたはですね銀行に100万円預けるということにしましょうね預ける。 ま銀行にね預けるなんて言いますけどね、まあ正しくはですね銀行に金を貸してるんですよこれはいいですかね銀行というのは貸、えー、借対照表を見ると負債の部にですねえっ、ー、と預かってる預金残高というのが載ってますからね、えー、つまり銀行というのは皆さんからまあ、僕も含めてお金を借りてそれを運用するというようなねまあその。 預かったお金を人に貸しててみたいいなことを運用ししるわけですから、ね、正しくはですね我々は銀行にお金を貸していると、えーね、まあちょっとあんまり言い過ぎると怒られちゃいそうだからこれ預けるとね <laughs> いいですかうんということですねで、えー、銀行に100万円預けますとでその時に例えば年間でですね年利2%ですよとかうん、えー、利息がつく場合にですねえー、っと例えば年間年利は2%なんだけどうん だけど、それを複利で計算するとどうなるかっていう話をしていきたいと思います。うん、複利っていうのはだから、例えばですね。はい。えっ、ー、とですね、複利計算っていうのはどういうことかっていうのをちょっと説明すると、えっ、ー、と、例えばですね、これ今年利2%だと思ってください。年利2%。えー、2%年。要はですね、100万円預けて、うん。 年間にですね1回しか支払いがない時っていうのは利払いが1回しかないつまり1年預けて1年後に利息がもらえる時っていうのは、まあ、2万円つくとそういう図をこの3つで書いてるんですけど利払いがですね年に何回か行われる時っていうのはこの複利計算っていうのをやっていくわけですでちょっと一番最初のスタンダードなやつ年1回しか利息が払われない時っていうのは100万円を時刻 t イコールゼロだから今だと思って 預けるじゃないで,すか、うん、でまあ1年後ですねこれだから T イコール年後ちょっと t=1 と書いておきましょう t=1 年後うん1年後には元本自分が預けたこのもともとのお金100万円元本に対して2パーの利息がつくと言ってますから2万円利息がついてこれが利息合計102万円1年後に手にすることになります。 ね、まあ今金利パーもつきませんけどね。うんいいですか。えっ、ー、とじゃあ年間2回利払いしてくれるって言った場合どうなるかっていう話ですね。うんまあえっ、ー、とですねこのように100万円をねこの時刻 t=0 で投資します。えー、銀行に預金という形で投資しますね。そうするとうん。 2回払われるんでちょっとこれ半年後に払われると思ってくださいだからここ t イコールちょっとここ書けませんけどここの t はえっ、ー、となんだ6分の1212か12月分の6と思ってくださいねうん今これ単位を年で取ってますいいですかそうするとこういうふうになります元本100万円もともとあったんでしょうとで年間で2%つくって言ってるんだから半年だとその半分の1%つけるんですよそうすると1万円ここで利息がつくわけです うん、そうするとここで、ね、この時点であなたの預金残高は101万になるんですけどここで払ってもらった利息ついた利息をそのまま追加でな要は銀行に預金しっぱなしにしときますつまり再投資するってことですうんつまり101万円をここで再投資したと、まあ、つまり預金したと預け直したと思えばまた半年後にですね同じようにね2回利払いしてくれるって言ってるんで、えー のののうちの半分、うん、の1がつきます。それは何に対して1%がつくかというとここで預けて再投資した101万円に対する1%ですからね、えー、1万100円つきますつまりこれ年間で見ると利息でいうと1万円と1万100円ですからさっきもらってた2万円よりも利息増えてますねまあそれはなぜかというとここで再投資してあここでついた利息を再投資してそれを 新しい元本だと思い直して投資してるからですね。だからそれに対して利息がついてるんで増えてますね。合計、えー、これですね。これが年2回の利払いの時の利息。まあ、さっきよりも100円だけ増えました。はい。で、次。これ。年3回の時ですね。ちょっとこれ書くのがちょっと急急なんですけど。えっ、ー、と、100万円時刻 t で投資します。ね。いいですか。で、そうすると、 うん、3回って言ってますから2%を3回で割るんで1回あたりで3分の2%の利息がつきますこの100万円の元本とその元本に対する利息6667円ねえー、ちょっとこれ切り上げたり切り捨てたりってちょっと適当にやってますけど試写購入してんのかなえっ、ー、とそうするとこんだけになりますそうするとこの利息がついたこの金額を再投資してうんそうすると今度ねまた 4ヶ月後に利払いが発生しますね、うん。そうするとこうなりますね。もういいかやってることは一緒です、えー。そうするとこの、えー、なんだこれ本当に合ってます ?100 うん何か合ってんのかな ?101 万大丈夫っぽいですね。まあこんだけの金額を再投資して、うん、で最後もまた同じことが起きますね。ここで最終的にここで投資してた元本に対して3分の2%の利息がつくと。 いいですか3分の 2%3 分の 2%3 分の 2%, パー3分の2パーですから合わせて年間で2%パーついてるんですね。それぞれこう再投資してるからこうやって利息がねちょっとずつこう増えて利息の合計はこれとこれとこれですから。ということでえ今度はですね合計がこうなります。はいということで、うん、利払いの回数がこうやってね増えるとですね、えー、ついた利息っていうのをそのまま再投資しておくと。 利息に対してまた利息がついていくっていうことが繰り返されていくのでそういうのをふっくり計算っていうんですよいいですかうん、まあ。とっても簡単ですね。うん、じゃあこれね年間でね利払いが、えー、N 回、うん、というふうにしてえー、期間を T。うん、まあなんだ T 年預金しておくと思った時に えー、利息がですす。ね、ね、無人像につくのかってていいいいう話をしていきたいと思いままこれ、まあ、ね、利息2万ついててここねえっ、ー、と何もですか2万100円ついててここ2万134円ですからほら2万円で2万100円でここ100円増えたんですけど3回に分けてもう34円しか増えてないんでねこれ複利,利息つける回数増やして増やして増やしてってやってもお 100万円預けてたら1年後に500万円になったぜってことにはならなさそうですよね。うん、だから収束するんですよ。なので、ちょっとそれをですね、見ていきたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と、そしたらですね、今度もうちょっと一般的な場合を説明しましょう。えっ、ー、と、まず C 円を投資する、預けると思って、で、年間 100R% の利息。まあ、これ何かっていうと、例えば2%とかだったら R が0.02とかそういうことですね。 はい、で、えー、期間を t 年と。で n 分の1年副利。まあつまり、えー、と n 分の1年って言ってますからまあ何ヶ月かに1回に利息が発生するとまあ複数回利払いが年間であるよってそういうことですね、えーと。例えば n が4とかだったら4分の1年ですからね3か月ってことになりますけれどもまあこういう書き方にしておきます。で、 まあこのようにですねちょっと見ていくんですけれども、えー、と期間が t と言ってますからで n 分の1年じゃないですかじゃあ何回利払いが発生するかというとまあ t 割る1ねこうですねだから nt 回利払いしてくれるとそういうことになりますいいですかうんでちょっと順番に見ていくとここねまず投資しますし、まあ、預金しますこのように預ける、うん、でここですね 1>, 1回目の利払いなんですけど1年間で r% つく 100r% まあだからこうなりますねこれ何言ってるかっていうと C 元本プラス元本かける n 分の r ですねまあ0.02とかそういうことですいいですかこれを n で割るとまあさっきの具体例と照らし合わせるとこがすぐ分かりますね、うん、でこれをまとめて書くとこのようになります、うん、で2回目どうなるかっていうと今度はこいつを元本と思って ね、元本プラス金利を足すんですからこいつに1プラス n 分の r をかければいいですよね。うん、っていうのをだーって繰り返していって最後 NT 回この金利の発生っていうのが起こりますから NT 回目までにこんだけの金額になってんですよ。いいですかはい。でこれね N をだから。 n 分の1年ふくりと言ってますけどもうほんと毎日毎日ねもう毎日毎日金利がつくも,うもっともっと細かい時間で利息が延々につき続けるって思う時ってどうすればいいかというとこれ n 無限大に吹っ飛ばすとどうなりますはいねえー、っとはいこうですけどまあね定数 c ですから c は定数ですから前に出してちょっとこう書いとこうか。で これですけどね t 乗って言ってますから外側に t 乗ってこうやってやってやってうんこれねここ r 乗にしてやってここ r かけとけばこうなりますねはいこれ何すかこれうんここのリミットのここねこれ e, e に飛んでいきますね e にだからこれどうなるかというと c 倍の e の rt となります はい。これがね、あの、よく、えー、金融系の授業で、ね、大学の金融系の授業でよく出てくる金利の形じゃないですか。金利プラス元本。いいですかだから、これで元利合計を表せれるんですよ。C が元本で預けたって言ったら、ね、えっ、ー、と、細かい時間でずっと利息がついてるって思ったら、えー、最終的に期間 T が終わった時に、元利合計がこれになってるというお話です。いいですかうん。だから、 何が言いたいかというとこれってさファイナイトじゃないですかファイナイトね有限だからこれいくら細かく金利をブチブチブチプチってもらうねふくりがもうすごいもう細かい時間のオーダーでずっと利息つぎ続けるって言ったって全然増えないってことですねちなみにですがこれさっきねさっきの具体例で、ね、考えた時きで C100 万だったじゃないですかで R が えっと0.02ですね2%でさっきやりましたね具体例これちなみにこの時に、まあ、t が11年後いくらもらえるかっていうとと、まあ、なるみたいですでさっき3回ふくりで計算した時いくらだったかっていうと年3回のふくりでなんだこう,こうだったのかなううんだからもうずーっと と時間がね、もう連続時間でまあ連続時間でまあそうあの利息がつき続けてるって仮に思ったとしてもこんだけにしかなんないんですよ。<laughs> で、福利じゃなくて単利の場合年一の単利の場合だったらこれ 2%, 2だったら2万円ですよね。たった201円しか違わないんですよ。年間2%だったらね、うん。もしこれが仮に1だったとしてもねこれが仮に1だったとしても C の E ですから。 で100万円が2.718ぐ,ぐらいじゃないですか。ね。たかだか2.7倍ぐらいにしかならないということがわかります。ね。まあ、夢がない話といえば夢がないですけど、まあ、こういうことですね、えー。いいですか。ちゃんと数学的にね、えー、まあ、これ計算するとね、有限の値にかあの収束していっちゃうと。これが発散すればね、もうちょっと楽しいんですけどね。 じゃあなんか元利合計計算する時って期間と金利が分かっていればこれ掛け算すればいいっていうのが分かったわけです。だから元本が C 円だったら、ね、期間 t 年後金利が r だったら、まあ、100r% だったら元利合計でこんだけになるよということが分かったんですけど、えっと、例えばじゃあ、えー、年一の単利だった場合。 っていうのはこれどうなるかというと1プラス r になるわけですね。まあ期間 t を今1にしましょうか。1年後いいですか。で元本面倒くさいんで1円だと思ってまあ計算するといいですかね。連続でずっと複利がこう付き続ける、うん、利息がつき続ける時ときとそうじゃないときでこうなんですよ。元利合計最終的な期間1年後のこれどれぐらい差があるかっていうと。 まあ簡単な計算でいいんですけど、まあ、例えばこういうふうにしましょうかね今こっちの方が絶対大きいですからねうんこう計算するとこれどんなグラフになってますえー、っと例えば r が0の時 r が0の時っていうのはゼ 0, 0ですねでえー、っと、まあ、r が0の時はそれは一致数に決まってますね。うん、どっちにしたって金利つかないっつってるんですから。 えっとそれでこれうん1プラス r に対して e の r だから多分こんな感じになるんですよ多分うんまあ今ちょっとマイナス金利とかもあるんでこっちも書いておきましょうか一応 <laughs> え<ー>っと <laughs> ね多分こんな感じのグラフになりますねでこれだから r がねあんまりでかくなりすぎるとこの2つの差がでかすでかくなりすぎるんで ね、えっ、ー、と元理合計のね計算はもともとのこの元本に対してこの R、まあ、ここに T つけ,つけて RT かけときゃいいって言ったんですけど、まあ、R がちょっとでかくなりすぎると、まあ、実際のねその えっと、これ n 無限大にしない時の複利ないしは単利と誤差がちょっと大きくなってきちゃうので、まあ、これで禁止するんだったらね、まあ、R っていうのは十分ね、まあ、0に近いところ、まあ、小さな数字、まあ、金利としてあんまりでかくないところで使うというのが現実的な使い方になってくるという話になります。はいえっとまあ、今日はですねちょっと複利計算って一体何かっていう話をしたわけですけれどもね うん。まあこれでもう基本的な考え方はもうこれで全てです。えー、他に言うことは多分あんまないと思いますね。うん。なので、えー、ね、複利計算がもし試験とかに出てきてもね、もう恐るるに足らずですね。はい、えー。ということになります。はい、今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。 ぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたしますで。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。